とある日のバイト後、バイトの二つ下のイケメン高身長リアタイを挑んだブサイク低身長。だがしかし、あ、やばい、やめやめれ、初球、やばい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 、する。うわマジか、先制1対0。いやもうやばいって、5番バッター、どうしてくれんねん。スワローズこの回1点を失っています。失投しまった。さあ先制点を奪われて、なおも得点圏にランナーを背負います。悔しい。だがこれでいい。勝つことだけが全てなんだ。勝たなければゴミ。勝たなければ。対立バグってるから今、サモリオ君3人で。で、防御率も結構いい感じだし。さあ、お相手お願いします。醤油より三つ葉さんですね。ああ、もう完全に名古屋民やん。名古屋民やん。地元一緒やわ。よろしく。まあ、同じ名古屋の人間やからって負ける気はないけど。よし。オーダー変わったよ。ほら、前の時よりも全然変わってるよ。ショートに強打が入って。サード村上くんで、ライトマーティー、王さんやね。きちんと取られるかどうかっていうのがポイントになりますよね。その低め、相手多分持ち球分からへんと思うから、一球見逃してくれると思う。超高速進化、アウト取ったらラッキー。二球目打ちました。嘘やん。なんで打たれんのか。やばいよ。待って。王さんそんなね、盗塁できるほど知らないから、梅ちゃんから盗塁できたら大したもんや。このバッテリーをベイスターズ打線がどう攻略していくか。まあ甲斐君の方がね、よっしゃゲッツや。俺にアウトダブルフェーね。バッターは3番の吉田。ベイスターズダブルプレーでランナーだ。オッケー。なんで抜けんねん。これ吉田正尚ブラッシュ引退してるんけ。お前もうピットでランナーを一塁に置いています。まあそれ言ったら山田久志さんも引退したところの話やないねんけど、野球解説ではあってへん。さあこれからベイスターズが守備に行きます。コーヒー熱オッケー、やろう。バッターは強打、相手を0点に抑えて、これから1回のうちの強打は打率7割や。有原さんか、引っ張り警戒、うん、流し打ちさせてくれるんよ。初球打ち、あーいかん、引っ張り警戒しとったからセンター方向に打ったんかもしれん。ワンチャン落ちるかな思って今ので。よく引っ張り警戒できるよな。でも、もうセンター方向やったのに意識して。打ちました。バリ引っ張っとるやんけ。アウト、ツーアウト。ねえ、吉田、吉田正尚シフトしてきたらバントします。あ、超超軽。今回のスワローズ打線ですが、わずかに引っ張り警戒すんで、結局うーん、ちょっと簡単に打ち取られてますね。よう見えてるよ。球見えるのはね、はい、あの目がいいからの証拠。すごいチブハグやん。ちょっと手が出ないでしょうね。まあ、これは見ていいでしょう。今打ったってね、大したことない。あ、チェンジアップや。まあ、サークルチェンジ、まあ、チェンジアップみたいなもんやからね。やばい。おれ、なんち取った。一塁アウト。スリーアウトチェンジです。手ぐいて。糸井さん、周平、誰やった。ベイスターズの攻撃。打順は5番糸井。スワローズ得点に動きはありません。0対0で最終回。うわあ、拾われた。ワンバウンドヒットになりました。ピッチャー変えます。先頭バッターボックスは6番高橋。あの、ピットでランナーを一塁に置いています。ピッチャー変える。ここ服。火消してもらおう。まあ火消すほど打たれてへんけども、よく結構ね打ちづらいと思うねんね。帰るんかなバッター。あー、掛布さん、掛布さん、あ、伸びが消えたね。そうですね、ここで点をやるわけにはいきませんからね。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。ここはゲッツーを取るようなピッチングがありそうですね。
そうですか。ソフトスラ。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。うん、いいね。振ってこないね。ソフトスラ。バッターの掛布どういうバッターなんでしょうか。ミートが上手い上に大きいのも打ってきますから。うわうまいな。ワンバウンドヒットになりました。うまいな。左中間へのヒット。スワローズ。お上手です。ピンチになりました。さあそして打席には吉川が入ります。さあ得点圏には先制の初球ね切りました。ファウル。フェアならば先制かというところでした。ねえなウェイトインフィールドフライ掴みました。ワンアウトランナー1塁。カイ君代打出してくれへん。カイが入っています。盗塁したいな。ワンアウトになりましたが得点圏にはランナーが残っています。よし、まあ、ここタイミング早いっぽいね。タイミング早いっぽいからタイミング早いね。内へ曲げてきました。語彙力欠如症候群。おっしゃボール球手出してくれ た。一塁投球。いやピッチャーが取ってゲッツーとかそういう流れで A ランクの坂本、これは代打出るやろ。ところで回ってきましたね。これ代打出るやんね。バッターボックスには代打の回る。まあ小宮山さんここはしっかり抑えたいですよね。そうですね。ここで点をやるわけにはいきませんからね。4億5000万対。そうですね。さあベンチの期待に応える投球を見せてほしい。まあ、この4億5000万、まあ、ここで取らないと次王さんからか。打順えぐいて嫌だよね。サーブ。うわちょっと今よしナイスマーティン。先制は許しませんでした。2018年のね人やけども4番は変わらずブーマーや。もうブーマーはもう不動やん。スマローズ得点に動きはありません。0-0で迎える最後の攻撃です。喋らんから3割何とか打ってんの。ウェイ左中間へ持っていった。オッケーワンバウンドヒットになった。多分ブーマンも次回ってこんと思うからダイソー出します。金本ピットでランナーを1塁に置いています。ダイソー村松さん今ね3塁コーチャーやってはるんだな確か。さあここでスワローズ、うん、ダイソーを送ります。帰れ金本さん。ほんまバントしたいけどね。ほんまバントしたい。初球は何で来るか。よっしゃ右方向。ああちょっと切れますな。まあこれは打球の切れ。フォーク投げてへんねんな有原。そろそろ来るんちゃうん。ファウルボールです。ここはゴロを打たせる。まあボール球やったけど、まあ、まあまあまあなるほど。さあバッターは何を待っているか。ここは盗塁するなら。そろそろここら辺のゾーンでさツーシーム決めてくると思う。それ狙いだめ。そうですね。走れへん走れへん。なあいかん。なあゲッツーコースやん。アウトダブルプレイ。バッターはこれは申し訳ない。ブーマー打ってくれたヒットに申し訳ない。ここは井上誠也と選手交代です。ここでスワローズ守備を変えてきました。3回に入ります。 DeNA ベイスターズ打順よく1番から始まります。ここ副続投です。さあここから上位打線に入ります。王さんやろう。バントしてけえへんと思う。いい当たりでしたから、ここは注意しないといけませんね。よし、ねうん、フォークがねチェンジアップみたいに使えるからね。落差の0-0で最終回を迎えています。ほらめっちゃ振ってきてくれるやろ。で一球スクリュー挟みます。ボール球になっていい。てかボールになっていい。なってくれよボールに。怖えな。小宮山さんゲッツーを狙いはどういった配球になりますか。カットボールをここに投げます。ゴロを打たせたいので、うん、低めに沈むようなボールが有効でしょうね。もう一球投げます。そういうピッチングができるかどうか。これもボールでいいよ。ボールでいいよ。下手に入んねん。ファウルボールです。粘ってくるね。カットボール。さあ6球目は何か。もう1回持ってきました。でここら辺でそろそろスライダー投げてやる。よーし絶対カットボールやんねんねん。絶対って決めつけたらあかんね。決めつけは時に人を悪くする。ああちょっと怖いな今の外れ方は怖い。外すら現実やったらね強いんやけど。この外すら現実やないからね。今年は結構外すら見えるよ。変化球打っていった。うわいかんってなんで今外れたよ。セカンドランナーマーティン肩強っ。ちょっとピッチャー変えます。ここは1点取れるかわからんで2点目取られたら絶望やん。大魔神スワローズピッチャーが変わります。実はね相手にね服のフォークしか見えてへんから佐々木のフォークがえぐ
うん、打たれへんと思う。ファウルボール。変化球打った。切れました。ファウル。フェアならば貴重な追加点というところでした。低めのフォークで空振り取れたらラッキーに2球やって、ね、思い切ってインハイストレートがいいんじゃないですか。アウトローとか投げて、あ、そうですか。でここに来て落差の小さいフォーク、よし打ち取ったやろ。なあ待って、補給へ、うわ今補給完璧やったらさ、いけたんとちゃう、マーティンやったらねえ。でストレート、ストレートもちゃんと投げれますからね。で今のストレートこそ大魔神やった。で高めのフォーク、これ落差が小さいやつですね。まあ、とにかく投手有利なカウントのうちは積極的に攻めていくべきですね。さあ2ストライク追い込みました。インサイド打った、ファウルです。で相手はまずいかにあの落差の小さいフォークを待つかっていう勝負になると思うんですよ。落差の小さいフォークを見たからこういうのを振らなきゃいけないからいけると思うの、エラーさえだけど。ただ2点は重いぞ。ヤクルトスワローズ今出てるランナーも同点のランナーやからね。バッターはマーティン。さあマーティンちょっと呼吸ミスってるからね、お前。おお、よし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 。その弾きは、その弾き。さあ、村上くんよ。あふれる一打。歌詞合ってるかな。もらったー、よし、およし、最低限の犠牲フライよ、最低限の犠牲フライよ、まず1点や。尾形さん、尾形さんな、特殊能力いいからな、今代打出されへんねん。代打本当は出したい、強打出すわ、強打代打する、多分特殊能力出んと弱いで。うーん、まあまあ、尾形さんやで、広島を2連覇に導いたあの、よっしゃーよっしゃー、そうだ、代打出します。タイピン出たね、タイピン消えてくれ、消えてくれ、タイピン消えてくれ、頼む、杉谷。さあ、いや、タイピンどころか切るまでついとるやんけ、なんでやねん、おかしいやろ。そうですね、おりゃー、タイミは、右打席、さあ、ファンの期待を背負って、クロスフィアでね、打席の途中でスイッチできんねん。切れました、ファウルボール。スイッチ、もう暴力やんけ、杉谷に対する。オッケー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 、ここ打席変えずにいきますよ。もらった、なんでなんでなんで今の打たなかんよ、いや普通シームやん、あフォークやった、危ねえ、いやマジでさ今のはちょっとねえ、よし間に合え、よし間に合った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 、時代やんこれは。さあまず1球目、微妙なところを攻めてきます、ストライクです。あれをね流し打ちできるとね強いんやけどね、技術ないねん。おい間に合え間に合え間に合えへんな、あさすがにポイント負けやんか、2点差をよく追いつきましたが、ポイントで負けた、試合終了です。ゲームは引き分けながらも規定により DeNA ベイスターズが勝利しました。でもこれは最後頑張ってくれた選手のみんなが、選手のみんなが頑張ってくれよんねん。あーちゃん、ヤクルトになってるのは自チームで村上くん引きに行ったからね。うわー、ねえ、頑張ってイベントをね半年以上ぶりに走ったから、東郷か、東郷には何か知らんけどくん付けする気になれねん。打率3割7分やん、上がっとるやん。北海道日本ハムファイターズ対東京ヤクルトスワローズのゲームを解説は西俊久さん、里崎智也さんとお伝え、相手磯畑君とか入ってたね、磯畑君、お二人どうぞ。で谷義友やろレフト、里崎さん、ね、まずはどちらも大丈夫や、木村拓哉さんはもうあれやから、ね、大丈夫や、まあそうですね、どちらが先に流れをつかめるかですよね。よっしゃ捉えたやろ、なんでやねん、打球は宇宙間へ、もう打率強打の打率、与田剛、戸郷まずは先頭バッターを打ち取っています、引っ張った、サード取った、いかんねー、あ、誰ファースト誰、村上くん、打席には吉田が、村上くん、そいつ致命的やん、まあやはり先制することは大事なんで、引っ張った、
取った。違う、マルティアン、ファースト。これは進塁打になりました。さあ、そしてあれはマルティが悪い。ウーマーが入っています。さあ、ツーアウトながら見えてるよ。今度はしっかり繋げて。初球何打ったんやった結局で。なるほど、そうですね。ああ、いかん、打球がね、上がれへんね。まあでもね、ワンエラーよ、ワンエラー。さあ、これからスワローズが、ワンエラーよ、実質。いや、実質じゃねえか。菊池が打席に入る。今シーズンの最初の菊池はね、もうバギモンやったけどね、打率。打率めちゃめちゃ良かったけど、7回いつも通りやね。2割8分に落ち着いた。あ、こっち有原作ってるから、さっきの有原みたいな。いやらしく行きたい。さっきの有原ちょっといやらしかったやん。ね、いいボールでしたけどね。はい、インコースわずかに外れてボール。緩いボールを持ってきました。いや、今のね、ゾーンから外れてほしかったよね。で、フォークされる。これでインコース打ちました、いい当たり。なるほど、もう一球ね、外フォークと見せかけてのストレートがありだと思う。ちょっと甘いな、ちょっと甘いんだよ。一塁決定、二塁に向かう。先頭バッター、硬いよ。さあ、そして打席には谷が入ります。両先制のランナーを得点圏に背負います。まあ、先制がかかってますし、ここはしっかりアウトを取りたいですよね。なるほど、そうですよね。それ応援歌のやつさ、高校の時に買おうかな思ってやめてんよね、うん、よっしゃ、強打や。なんで送球それる、危ねえ、それた危ねえ、びっくりまで出てくると思った。危ねえ、ジュネーブ。あー、ヒット打たれる。ライトゴロ狙えよ。やばいな。いや、まあ寝起きやから今日。さあ、なおもピンチの場面。向こうの攻撃がいい流れになりつつあるんで、ここで断ち切りたいですね。なるほど、そうですよね、うん、これボールダム、ボールダム。ラッキ ー、 三振を取りたい。走ってたね、ここは。そうですね、またファウル。ここはストレートを続けていいでしょうね、うん、なるほど、走ってきた、打ちました。姫野が掴んで、ツーアウト、はい、ファーストランナー飛び出している。ファーストランナーさっきからずっと走ってたの知ってんねん。ごめんね。バッターボックスには指名打者の金本。さあ、金本や。フォーク多投系。フォークを、ね、狙い撃つしたい。フォークパコーンつって殺到バーン。西さん、この場面は。うい。いや。2球目打ちました。この打球フライナップ。バッターは6番。昨日めちゃめちゃ千賀と当たったせいで千賀のフォークが頭に残りすぎとる。打ちました。ゲヒットや。ショートの左抜けました。ランナー出塁しました、うん、ワンアウトランナー1塁です。バッターは7番に入っているマーティン。ヒットでランナーを1塁に置いています。ツーシーム、そんなね動けへんね。ツーシームのだけは避けたいですね。なるほど、外の球打った、ファウルです。ここ走りましょう。走ってきた、外の球打った、セカンドが抑えた。最低限ゲッツーないっていうのはね、やっぱり大きいね。はい、村上くん。さあ、そしてバッターボックスには村上が入っています。いい場面でいいバッターが続きますね。初球フォーク見逃し、次も見逃します。よっぽどチャンスボールやなければ。ランナーを置いています。まあ、この試合お互い譲らない展開ですが、うん、今のはね、打たれへんもん。大事にしないといけませんね。なるほど、そうですね。うわ、遅っ、遅せー、球チェンジアップやんけ。うん、ボール、ボールです。よっしゃー、体勢バリ崩れとるけど1点やん、これで。セカンドランナーホームイン。もう村上くん最高やわ。村上くんありがとう。これが1球目。あ、いかん、キャッチボールした。ずりえた、急がとまれて。多分有原で大丈夫やと思うんで、打たれたらピッチャー変えるっていう、そんな感じでええやろ。スワローズ、うん、ほんとずれた、えぐいな、こういうの。ブラッシュなんか比べ物にならへん。ブラッシュ飲めん。まあ、そうですね、ピッチャーに先制点を封印しないようにしたいですよね。ちょっとお茶濁しのスローカーブや。さあ、しっかりと守っていきたいところ。やばい、スリーボールやて。いいボールでしたけどね。同じようか、ちゃん。はい、変化球わずかに外れて、これは入ってる。で、高めフォーク、チェンジアップみたいな感じで。あ、インサイド落ちました。この打球は落ちた。打たれたね。ちょっとね、見え始めてるんかな、有原の球が。ちょっと変えよう、宮西さん。ヒットでランナーをスワローズピッチャーが変わります。一塁に。
これ去年のアニバーサリーやからね、宮西さん。おもろすぎる。で、この人多分性格的に、まあ、ズレーたいから大丈夫やと思うんだけど、エンドランとか仕掛けたいタイプやねん。まあ、俺と一緒やん。エンドランとかマジ大好きなタイプやと思う。ランナー使ってのプレーが。OK。どういうカメラワークしてん。どういうカメラワークよ、今の。まあ、磯畑君がアウトになってくれたから、ワンヒットでも二塁には変えられへんやろ。よし、ショート強打。若月はまあ打力ないから大丈夫よ。こう抑えて勝ちよ。はい、ね、まあでも見えてるもんね、結構球を湧いて俺とちょこて。あー違うねん、コントロールしっかりしてくれへん。俺はそこに投げたいねん。なんでボール球になんねん全部。いや、ここはもう安定卓や。コース変化球が決まってストライク。ここはフランが正解だから、バッターとしては。で、変化球待ってるやろ、これや。よし、勝ったわ。あーもうこれで後輩の子にもね、一瞬報えるわ。もうゴリッゴリってやったらで、うん、何言ってるか分からへん。こうしてなんとか一勝一敗で収め、次の撮影へと向かう。打倒後輩のイケメン高身長、そして勝利を誓うのであった。次回へ続くかは分からんけど、まあ多分続けへん。どうせサボる。分かってる。Thank you.